4月29日、提唱90周年を迎えた全教一斉ヒノキ神霊が、法恩感謝の心で行って一つにヒノキ神、家族ぐるみで参加しようを合言葉に行われました。ヒノキ神をします。頑張ります。ヒノキ神霊は昭和7年、天理教青年会婦人会の提唱により、全国一斉ヒノキ神霊として始まりました。以来、さまざまな変遷を経ながら、多くの教友によって今日まで受け継がれてきました。この日、親里では本部在籍者や勤務者、館内学校の学生、収容家生らが境内地をはじめ教内の各施設などに分かれて除草や清掃などを実施、法恩感謝の思いを胸にヒノキ神に汗を流しました。